1月24日月曜日4時になりました。こんにちは、寺島直政です。こんにちは、森崎ゆきです。そして今日のコメンテーターはジャーナリストの岩上康美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ニュースリーやってます、はい、今のニュースでラッキー、まあ、これ ね知事だってなかなか捕まんないで人のことガンガン噛んで ねでなんかこうようやく捕まったらシュンとしてた、まあ、動物園三島市の公園ですか、はい、まあ、これで飼ってたのがまた逃げちゃったっていうのは、まあ、頼るでしょこれ ねまさか今度はねおとなしくなんか子供の頭まあ、なでなでとかそういうことは改心してると思いますもん ね名前がね可愛いんだけど ね名前をねどうしてこういうラッキーとかつけちゃったんですから、そんなにあの逃げおせてたからですかね、うん、ああそうなんですか ね元々の命名なんじゃないですか。あ元々の名前なんですか、ね、違うんですか。あどうなんだろう、ラッキーという名前がついている猿が逃げたのでしょうかね。逃げたからラッキーにしたんですか。わからない、ね、それはちょっと捕まえてから名前をつけたのか、ね、それとも元々だったのか、ちょっとご存知の方はぜひ教えてください、ね、はいはい、さあ今日はですねあれないこちらです、はい、野田のゴンさん、自分アラームに携帯使ってます。枕元に置いておくんですが起きるとどこかに消えてます、うん、神さんの携帯から自分の携帯にかけて居場所を探し出します。わかります。それもこれベッドの下とかね、止めてどっかやっちゃうってことですかね、うん、いやもう、うん、あの寝てる間に動いてなんかこう下に行っちゃったり毛布の下に行っちゃったりとか落ちたりとか、はい、しますね。今ね、うん、iPhone もどっか行っちゃってるんですよ岩上さん。それで携帯ドコモの携帯の方でね鳴らしてんだけど鳴らないんですよ。どこにいたら別回りにあるはずなんだけどなと思って。あの音は出るんですね。音はいやだからこうやって鳴らすようになってたんですね。そう、ならない、ならない。だからどっか柔らかいところの上にやるんですよね多分。震えてもわかんない。いやそれか旅に出たから。旅に出た可能性もあるんです。ラッキーみたいに。あらあらうちのラッキーどこ行っちゃった。iPad マイホームどっか脱走中なんですよ。あらまあ早く見つかるんですよね。ちびまるこポーロさんですね。杉並区にお住まい男性、はい、寺島さん電話かけて探すのはナンパで番号ゲットの手段ですよ。これはどういうことなんだ。ナンパで番号電話かけて探すのはナンパで電話ゲえナンパで番号ゲットの手段ですよ、うん、電話は私先ほど言ったのは、はい、その自分のね電話が、ね、あの携帯が分かんないから、はい、まあかけてっていうのナンパで番号ゲットの手段。あ、分かった。自分のがなくなったから、はい、ちょっと鳴らしてって言ってその女の子の携帯電話が出るじゃないですか、はい、あすごい頭いいですね。みんな教えちゃいますよね。そういうことか。頭いい。すごい森崎さんさりげなくやられたことあるんじゃないですか。なるほどね。全然今誤解ですって言いかけちゃった。